はい、よろしいでしょうか。じゃあグーテンベルクで作るランディングページで野高志さんです。お願いします。すみません、立ち見の方ちょっと見づらくて申し訳ございません。今日グレンベルクの話させていただきますのですけど、お願いします。先ほどちょっと先に来ていただいた方には少しお話ししたんですけど、グーテンベルクのデモサイトをちょっと用意してみました。ただ、こんだけの多分人数がアクセスすると多分落ちると思いますので、落ちない程度にこうペコペコやっていただけたらと思います。このページになるとですね、こんなようなページが立ち上がってまいります。今回ちょっと紹介するテーマとかもここからダウンロードできたりとか、あとはログイン、ここからログインしてグーテンベルクでパスワードこれで接続してもらえればログインできるようにしてありますので、触ってみてください。で、今日最終的にこんなランディングページを作りますよというものです。完成イメージ 5.3 の写真なんですけど、こんな感じのランディングページを今日作ろうと思ってますので、もしですね、話聞きながらですねちょっと試してみたいなという方がいればぜひ、試してみてください。またこれ後ほど URL 出してまいりますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ、グーテンベルクで作るランディングページのお話をさせていただきます。まず私自己紹介です。小野高志と言います。ワードプレスとの付き合いはですね2010年頃から、ワードキャンプ名古屋2010っていうのの実行委員をさせていただいて、それから毎年、ワードビーチとかワードフェスとかで実行委員長だとか副実行委員長とかをさせていただいております。なのでもう10年ぐらい、8年ぐらいかになりますね。名古屋から今日来ました。新幹線で来ました。たこ焼き食べたかったんですけど食べれなくて、そんなような今日帰りに食べれたらなと思ってます。はい、あと個人的には最近バチェラーって知ってます？バチェラーにめちゃくちゃハマってて、バチェラー知ってる人、あ、またちょっと後で話しましょう。よろしくお願いします。ツイッターでオノコムでやってます。フェイスブックオノコムでやってます。もしよければフォローしてください。はい、今回ですね、グーテンベルク、実は今年の1月に、ここは大阪で話させてもらったんですけど、その時からだいぶ変わってたりもします。で、今回に関して5月27日時点、今年の5月27日時点のプラグインとかテーマをもとに、話させていただきますので、また今後変わっていく可能性は大いにあります。ぜひ皆さんですね、URL とか逐一載せてありますので、参考にしていただいて、自分の情報を集めるときにですね、ご参考にいただけたらなと思います。はい、今日の内容です。グーテンベルクってなんだっていうところからですね、下の編集画面を、見ていただきながら、テーマどうやって対応させていこうかっていうところ、あとは最後に、実際にランディングページちょっと作ってみようかなというところの、4本立てでございます。意外と時間がないので、結構はしょる部分がもしかしたら出てくるかもしれないですけども、よろしくお願いいたします。はい、グーテンベルクってなんだって話なんですけど、グーテンベルクって使ったことあるよって方います？この中に。あ、そうね、ありがとうございます。よかったよかった。グーテンベルクって今現状ですね、プラグインで配られてます。こんなプラグインでございます。何かっていうと、呼び方ね、このグーテンベルクって僕言ってますけど、グーテンベルクってのがなんか日本語で表記する際はグーテンベルクが正しいんですよね。はい、これそもそも何かというと、ワードプレスの新しいエディターユーザーインターフェース、エディターのインターフェースですね。今までワードプレスってタイトルを入れて本文を入れて、公開ってやれば公開されたと思います。それが大きくグーテンベルクを導入されることによって変わってきます。パブリッシング体験全体に影響を与えるプロジェクト、まとめてグーテンベルクと呼んでいるというところですね。大きな特徴としてはブロックというものを積み上げて記事を作成していくのが大きな特徴です。また後ほど見ていただきます。それで3番目、結構ここ重要ですね。ワードプレス 5.0 からコアに搭載予定だということは言われてはいます。 5.0 は今年の春ぐらいに出るんじゃないかと去年言われてたんですけど、そんな気配も、GDPR の対応がされたりとかそういう形の風なので、ちょっといつ搭載されるかは分からないという感じですね。で現在、は、プラグインで配布されております。先ほどのこれですね、グーテンベルクプラグインとかで検索すると出てくるのが、グーテンベルクの、使用の仕方になります。はい、じゃあなんでグーテンベルクやねんって話なんです。これからちょっと、なぜグーテンベルクをすべきなのかっていうところをちょっと話をしていこうと思います。まずグーテンベルクどんなところを目指しているかですね、ちょっとそのまま日本語訳を読むんですけど、ワードプレスの新たなパブリッシング体験を準備中です。
つまりコードを全く必要とせず、コードを使わなくていいんですね。あなたの言葉、写真、レイアウトを頭の中で、思い描くのと同様に画面上でも見栄えのいいものが作れると。これがグーテンベルクの目指しているものになります。わからんですねはい、もうちょっと言います。現在のワークプレスエディターは一つのオープンテキストウィンドウですと。まあ皆さんのイメージ分かりますね。現在のエディターって結構シンプルで、テキストの ワードですよってみんな多分紹介すると思うんですけど、ワードみたいな形で文章を打っていくのにはすごく適した空白のキャンパスがあったんですが、画像だとかマルチメディア、なんちゃらかんちゃら、まあ、いろんなコンテンツが増えてきたと。なのでその場合、画像とかマルチメディア、ソーシャルメディアを入れようとしたときに、直感的に使えるかといったときにちょっとまどろこしい部分もありますね。やっぱこう編集して公開して初めて、あ、公開したフロントページを見て、あ、ちゃんとできとるやんけってチェック。ちょっとそれって、直感的じゃないよねっていうところですね。なのでそいつらを、まあ、直感的にするよというのが、まあ、グーテンベルクの目指すところでございます。まあ、イメージとしてはこんな感じです。グーテンベルクという、まあ、今回今はプラグインですけど、今後コアに含まれていくものは、現状のエディターだとか、カスタムフィールドとか埋め込みリンク、ショートコード、ウィジェット、カスタムところで、これは全部グーテンベルクに集約をして、より、エディターとしてですね、使いやすいものにしていこうというのが、まあ、グーテンベルクの目指すところです。多分ね、ここまで話聞くとこんなもんいるんかいなって思うと思うんです。グーテンベルク入れたら結構実は、既存のサイトとかも手を加えなきゃいけないんじゃないかなと、どういう風な加え方されるかちょっと分かんないんですけど、もうエディターがごそっと変わるので、そうした時に皆さん多分苦労すると思います。これちょっと、引用させてもらったんです。あるですね、海外のブログです。去年の12月ぐらいにちょっとやり取りされてた、コメントのやり取りなんですけど、ブログのコメントです。あるユーザーがですね、その、まあ、ブログの作者に対して、このブログはブログではこんなようなこといいこと言ってたんだけど、今、何百万人ものユーザーは、馴染みのないことをやり取りするのは新しいって望んでねえんじゃないかと。時間、お金、そして幸福を犠牲にするんじゃないですかっていう、僕もそうだなと思ってたんです。最初はグーテンベルクって聞いてまた面倒くさそうやなと思っていたんですけど、これに対する僕、作者、この、記事のですね、作者がすごくいい返事をしていてですね、ライアド・ベンゲラさん、この方ちょっと昨日ツイッターでやり取りしました。これ引用していい話した時に、はいいよみたいな、広めてくれよって感じでおっしゃっていただいたのがありがたかったんですけど、この方がこんなようなこと言ってます。ワードプレスの未来を気にする必要があるよと。明日のワードプレスのユーザーは今日と同じやね。より単純な選択肢を見つけたらそれらを使うだけです。ワードプレスがこれらの新しい課題に対応できない場合、既存のユーザーでも切り替わります。これ何言ってるかというと、 Wix とか最近ってJingoとかウィジビグでバーッとできるようになってきてるじゃないですか。それすごく簡単ですよね。ワードプレスってまだ今現状は日本だと世界でも一番使われてる CMS ですけど、ゆくゆく今のまんまワードと一緒ですよってやってたら、どん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 シェアが奪われていく可能性もあるし、ユーザーが離れていっちゃう可能性もあるんじゃないか。だからグーテンベルクが必要なんだっていうことをこの、ベンゲラさんおっしゃいました。もうこれ見てね、もうめちゃくちゃその通りやなと思って、なので今からちょっと、デモだとかもしていくんですけど、ちょっとめっちゃ使いづらいやんと思うかもしれないんですけど、それをですね、なんとかみんなで良くしていこうと。グーテンベルクっていうのはみんな使うものだけど、みんなで作るものでもあるので、なのでグーテンベルクを使うことによってワードプレスの未来をつなげていくという、存在意義がグーテンベルクにはあるんじゃないかなと僕は、感じております。なので皆さんもですね、ちょっと今からお見せする、デモは、意外とうんと思う部分もあるんですけど、そういう思いで見ていただけたらなと思ってます。はい、あ、ちなみにグーテンベルクが怖いよ、 5.0 が入れられたら困るわっていう人もいると思います。そういう方に向けた、クラシックエディターっていう、これもプラグインで配布されてるんですけど、現状のままのエディターを使うっていう選択肢もプラグインとして配布される、予定です。ただ、これ今年の1月の時点ではプラグインで配布しますって言ってたんですけど、
現状グーテンベルクの方にもなんか入っちゃってる感じがするんですね。なのでちょっと対応方法に関してはまだ模索中だと思います、まあ、既存のエディターとグーテンベルクを共存させる、やり方は現状模索中というところがあるので、ただ模索はしている状態ではありますので、まあ、グーテンベルクになると怖いなという方もちょっとご安心ください。はい、また参考リンクもちょっと載せておきますね。はい、あとグーテンベルクの対応テーマみたいなのも作ってるっぽいんですけど、意外とこう更新が昨日ちょろちょろやってましたけど、あんまり更新されてないと思いますね。はい、今10分経ちました。編集画面ちょっと見てみようと思います。またもう一度実際のデモ画面見せますけど、グーテンベルクってこんな編集画面になってます。大きくこんなレイアウトですね。一番上エディターのツールバーで、メインの領域エディターコンテンツという領域があって、右側エディター設定という領域があります。はい、このような編集画面になっております。ちょっとじゃあ見てみましょうかね。もし皆さんお手元にパソコンがあれば、お隣の方はパソコンを持っていれば、一緒に見てあげてください。はい、僕はローカルの環境を作ってあるので、ローカルでやりますが、はい、これ実際のは、グーテンベルクの編集画面ですね。今までとちょっと違って、もうタイトル追加でも直接ここで、デモみたいに入れて、本文をここにプラスボタンつけてみますね。ブロックを追加ってあってあげると、例えば画像だったら画像、メディアライブラリから5.3 選んで選択、こんな感じ。今までってファイル、まあもちろんファイルアップロードが必要ですけど、これアップロードされてるメディアから触ってるんですけど、今までと違ってちょっと割と直感的にですね、触ることができると。もうちょっとあるのが、今まで左、中央、右だったのが幅広っていうボタンとかですね、全幅っていうボタン、が追加されてます。これクリックすると全幅、幅広みたいなのが、こんな感じで、できたりとか、一緒にエンターすると開業されて、見出し、こんな感じですね。見出しも、見出し用のブロックというものがあって、どんどんブロックをこう積み重ねていく形で、文字が投稿が構成されていきます。昔のエディターはどこにあるかというと、書式設定のクラシックってところにあるんですけど、ただこれもね、全部のデータがあるわけじゃなくて、ここのクラシックブロックっていうのが現状のエディターに近しいブロックではあります。ただこのエディターの中に、画像を入れれるかというと、入れれるようなボタンはなかったりするので、今と全く同じエディターではないかなというところは見えるかなと思います。もしお隣の方とかがいれば見せたいと思います。はい、仲良くやっていただいてありがとうございます。はい、で、じゃあサイドバーは何に使われるの話ですね。これブロックごとにブロッククリックするとこのサイドバーちょっと変わってるかと思います。ブロックごとに、右側に補助項目といいますかが、追加表示されるようになりました。でパラグラフっていうブロックにはテキストサイズを設定できるものがあったりとか、自分でこう大きさを設定したりとかですね、あと背景色で背景をこうやって選べたりとか、これちょっとアクセシビリティもちょっと対応してて、この色の組み合わせ読みにくいためより明るい背景色とか指定してくださいみたいな、ちょっと賢くなってきてますね。じゃあ白選択してみたいな、こんな感じで、もう各ブロックごとに設定できる項目が変わってきてます。で見出しブロックであれば見出しの大きさだとか中央設定っていうものが出てきますね。はい、それ今まで通り公開するボタン、公開したい場合はこの公開するですね、よいしょ、カテゴリーとかは他のところにアクセルを合わせずに、カテゴリーとかタグとか今まで通りの項目は、ブロックを選択しなければ出てくる。で公開してみようと思います。公開する。今までは公開としても公開されるとなんですけど、今回2段階になってますね。いつ公開するかを設定し、まあ、そのまま公開と2回押すと、よいしょ、でこれで公開されたよ。はい、こんな感じで、ページが出来上がってきます。OK、時間が経ちますね。はい、グーテンベルク
今見ていただいたように今の作り方、エディターの使い方と全く異なります。ほぼ異なってきます。なので今慣れてる方はそれこそ僕らはいいと思います。皆さんパソコン使い慣れてるし、でも今のクライアントさんとか一生懸命パソコンワードプレス覚えたのにって方はもう一回覚えてもらう必要はあるので、そこはちょっと考えとかないといけないですよね。でブロック結構たくさんあります。こんな感じですね。ちょっと詳しくは紹介しないんですけど、これスライドを後ほど公開するので、まあ、見てください。あと自分で触ってみてください。謎もね、ポエムっていうか詩っていうブロックもあるんです これ今触れる方触ってみてください。そうあとブロックもちょくちょく追加されてて、絡む今実験中になってるんですけど、これ昔 なかったっていうか、これ本当はグーテンベルク3段階でリリースする予定でいて、初期段階で絡むはいいんじゃねえかって話が確か GitHub かどっかでされてたんですけど、なんか実験されてるので実装はされるかもしれないですね。使えます。はい、こんなようなブロック、まあ、あとは埋め込みっていうブロックはこんだけこれ埋め込めますよっていう感じですね。まあ、今でもワードプレスでちょっとツイッターつければツイッターのタイムラインがタイムラインというかつぶやきがですね表示されるかと思うんですけど、こんだけできます。はい、編集データはですね HTML コメントで、こんな感じで保存されてますので、ちょっとズームしてみます。先ほどの例えば見出しブロックの保存っていうのは WP コロンヘディングっていうこのコメントで囲われることによってブロックだよと認識されます。例えば、カバーイメージに関して背景画像の URL とか配置っていうのもこんなような形で保存がされます。はい、なので既存と全く違う保存形式かっていうとそうではなくて、保存のデータベースに保存される内容としてはちょっとコメントがつくんだけどっていうぐらいですね。はい、テーブルが新しくなったとかそういうことはないです。はい、じゃあここからグーテンベルクにテーマを対応させるための方法ですね。別に対応させなくてもいいんですけど、させるならこうするよという話です。シンプルなテーマをちょっと作ってあります。先ほど紹介したですね、この、紹介テーマダウンロードからもダウンロードできます。 GitHub 接続されてますので、はい、ちょっと紹介していこうと思います。すごくシンプルなテーマでございます。はい、ちょっとインデックス PHP はもうシンプルにグーテンベルクだけを動きを確認するために、まあ、メッセージループしか置いてないです。はい、飛ばします。スタイル CSS も基本コンテンツ幅970で指定するぐらいですね。あとはもうワードプレスのコアスタイルを設定してるぐらい。はい、重要なのがファンクションズ PHP、 重要というかなのがファンクションズ PHP です。ちょっと紹介する、グーテンベルクのカスタムスタイルの読み込み用の、フックが追加されてたりとか、幅広全幅選択肢の追加があったりとか、カラーパレットの追加があったりとか、そういうのがあります。ちょっと一個ずつ紹介していきますね。カスタムスタイルの読み込み、フロントエンド側のブロックスタイルの読み込み、ちょっと紹介すると、さっき編集画面で一つこれブロックがあったと思います。自分でブロックを追加することもできますし、何かこう今エディタースタイル .css ってあるじゃないですか、それをブロック用のそういったものがあったりとかしまして、グーテンベルク編集画面のブロックスタイルの読み込みのためには NQ ブロックエディターアセッツっていうフックをコールしてあげて、CSS 読み込んだりですね、あとはそれも同じように同じものをフロントエンドにも読み込んだりっていう感じです。はい、細かくは省きます。はい、あとこれさっき中こんなん知らんよってボタンがあったと思うんですけど、これはアドテーマサポートのアラインワイドっていうのを入れてあげると、ここのボタンが追加されます。なのでこういう設定しておかないとさっきのボタン出てこないですね。あとはカスタムカラー選択を無効化、さっき、なんだパラグラフ段落のブロックの時に背景色とか選択したと思うんですけど、そこを、この実はこんなマークなかったんですけど、これ何も指定しないと自分で好きに色を設定できる、要はパレットが出てくるんですけど、それを無効化するための、あとテーマサポート、リゼーブルカスタムカラー、まあようわからんけどちょっとまあやってみてください。はい、あとは、ここのカラーパレットに色を追加するよというのは、アドテーマサポートのエディターカラーパレットっていうところに
色の名前とカラーコードを一緒に指定してあげることによって、追加ができます。これ追加した後は、ちょっとスタイルにもですね設定が必要で、例えばこの背景色ここに青って選択したときに、この青にするためには、青に選択したときにハズ -blue-blackground-color みたいなクラスが付けられるので、それを CSS に書いておいてあげないといけないですね。ドットハズ名前の色の名前 -background-color、同じようにフロントもテキストカラーを変更したい場合はハズブルーカラーみたいな形で、定義しておいてあげる必要があります。もし振り返るときこの資料を見てみてください。あとは幅広と全幅用のスタイルを定義しておかないといけないです。これね、これもやり方いろいろあると思うんです。なので参考程度にお願いします。ただ幅広と全幅用、全幅って選択すると、アラインフルっていうのとアラインワイドっていうクラスが付加されるので、そのブロックに、その時にこういうふうな、ね、広くするよ、ちょっと広くするよっていう定義をしておいてあげる必要はあります。はい、いいかな。はい、ちょっとここまでの話なんですけど、今エディターカラーパレットってとかいろいろ説明してるんですけど、実は、半年前はグーテンベルグサポートみたいなので集約されてたのがこうやってポロッと変わってたりします。なので今後もしここら辺は変わってくることは大いに考えられるので、よくよく、チェックしてみてください。既存の、ウェブサイトのですね記載を確認してみてください。はい、ということで、あ、結構早く来たな。グーテンベルグでランディングページを作ってみようということを今からやってみようと思います。ランディングページ作ったよって来てます。ここまでで、あ、できてないよね。なんでこんなことするかっていうと、今話したんですけど、多分手を動かしてないと分かんないっていう方がやっぱ多いと思うので、あえて、こういう取り組みを入れました。グーテンベルグの説明ではですね、コードを全く必要とせるせずに、あなたの言葉、写真、レイアウトを頭の中で思い描くのと同様に画面上でも見栄えの良いものにするって書いてあるんですけど、果たしてそれができるだろうかというところですね。僕は勝手にこれをグーテンベルグチャレンジと名付けました。どんなものを作るかというと、これですね、ランディングページの構成としては、ロゴ&キャッチコピー、これは全幅で背景画像を設定しつつ、ワードプレスのロゴを用いたいと。あとワードプレスのですね、ちょっとポイント 1,2,3 ぐらい上げたいなと。動画も2つぐらい用意して、さらに画像もドーンと幅広で、利用者の声と問い合わせフォーム、あとコードポエトリーを掲載をしたようなランディングページ。どんなページかというと、こんなページですね。こんなページがちょっとグーテンベルグでできたらなと思っております。ちょっとダサくてごめんなさいダサくてごめんなさい、こんな意味ですね。フル幅の背景がいて、ワードプレスでキャッチがちょっとあると。でワードプレスの特徴、ラブラクインストールできますよと。テーマも豊富でプラグインも豊富です。マットさんの映像だとかですね、宮内さんの映像を載せながら、ちょっとワードフェスというイベントの様子ですけど、載せながら利用者の声が出てきて、お問い合わせ、コードポエトリー、ランディングページがこれって言われるかもしれないですけど、寄せました。すみません、グーテンベルグに寄せました。グーテンベルグでめっちゃ難しいやつ作ろうと思ったんですけど、ちょっと難しそうだったんで、ちょっとグーテンベルグに寄せたらこういうランディングページを作ろうっていう企画になってまいりました。はい、皆さんですね、ぜひ、よいしょ、wb.onocom.net、 お手元の方、まだアクセスしない方はしていただいてですね、ちょっと触っていただけたらなと思います。ちなみにもうできたよって方います。まあ、さっきいなかったけど、ある程度ちょっと作りかけたよみたいな人、大丈夫ですね、誰も作ってないってね。はい、ちょっといろいろしてみましょうか。誰かさんが触るとね、ここにどんどんねテキストが追加されるようになってる。誰、821番の ID。
あ、やりかけとる誰が。こんな感じですね。頑張った感じはしますよね。うんうんうん。そうそうそう。難しいんですよ、これが。他の人誰もいないかな。もうちょっと利用しようか。今年の1月にワードベンチ、大阪、京都でやったときは、誰一人としてできなかったです、このサイトは。はい。ちょっとあんまり、まあ、時間もないんでですね、答え合わせ含めて、どんな風にこのサイト、ランディングページ作るんやろうってところをですね、私の方で、紹介させてもらいますが、よろしいですか。まだやってくれてきております。いいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、5分トライしようって話しようと思ったんですけど、ちょっと5分では無理だった。はい。じゃあ、このページを今から作っていきます。はい。新規追加しましょうかね。グーテンベルグ。はい。まず、ブロック。で、カバー画像っていうブロックがあるんです。カバー画像ってブロックはですね、どんなブロックかというと、メディアライブラリから、5.3 を選択して、よいしょ、設定すると、こんな感じ、背景が 5.3 になって、こんなことができる、ブロックがあります。それをフル幅にしておきましょうね。はい、じゃあ、ここにどうやってロゴを入れるのやと。ここでですね、3点リーダーをクリックすると HTML として編集というボタンが出てくる。詐欺じゃねえか大丈夫けど、HTML を編集してきます、ね。はい、やってみますね、よいしょ。バババババ、しまった、消しちゃった、もう一回やろうか。これね、一回ね、こう下手こくとね、毎回やり直しになるんですが、しまった、しまった、ちょっと緊張してるので、いけるかな、メディアライブラリー。はい、 5.3 ですね。はい、で、幅、振る幅にして、3点リーダーをして HTML として編集。HTML として編集の前に、これね、いろいろやり方あるんだ。あーって入れておかないといけないみたいな。これ入れることによって適切な、こんな感じですね、いいですね、見ててくださいよ。うい、入ったね。これ背景の薄さもこの設定できます。この黒にしかならないんです。これ白だったっすね、さっきね。これはね、CSS を設定します。クラスを設定するとこれ解決です。これで完璧ですね、いいですね。はい、こんな感じです。今笑うとこなんでよかったです。, 笑っていただけて。はい、次3つなんかありましたね、紹介をしようと。はい、これはブロックの、よいしょ、レイアウトの絡む実験中を使います。絡む実験中ちょっと見づらいんですけど、僕もちょっと使いづらいんですけど、よいしょ、絡む実験中ね、これ、あ、今なんだ、今これ2つ入力エリアがあるんですけど、ここで、まず3つにします。で、ここにテキストを書いていきますね。よいしょ、3分クッキングみたいになってますけど。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょと、やっぱりこれできた。でもこれテキストの色とかも設定しないといけないので、背景色で、よいしょ、設定して色を選択する、中央にする、これを3つ繰り返します。そう、結構ね、厄介なんですよ、これが。面白いんですけど、すごく個人的には面白いんですけど、嫌がられるだろうなと思います。はい、あれ、ちょっと押す順番間違えるとこうなるんです。よいしょ、これでこうだな、中央移して、いいですね、できました。はい、これちなみにパディング、デザイナーの方よくマージン50ピクセル欲しいとか言うじゃないですか。その設定する項目がないんです。どうすると思います、中田さん。正解です。そうです。
クラスを指定するとちゃんと周りが聞きますから、ね、果たして直感的なのが大事なんですけど、はい、あと10分ぐらいあるんでもうちょっと続いていきましょう。次何やるか、ランディングページが、あの動画ですね、マットさんと宮内さんの動画をちょっと埋め込みたいんですが、これもカラムを設置します。結構見づらいんですけど、これカラムここ2つあるんですよね。基本フロントは2つです。あと選択もしてるので先にちょっとクラスター設定しますね。えいいですね、はい。動画の URL ちょっとこちらになります。あのすいません、サンプルクッキングみたいにごめんなさい。マットさんのワードプレス TV ですね。これ見ててください。今拍手するとこですよ。はい、今貼り付けただけです。こんな感じでも動画が、はい、宮内さんも貼り付けてきますね。はい、おお、いいですね。こんな感じで簡単に動画だとかは貼り付けてます。はい、いいですね。あともうちょっとです、すいません、次、幅広の画像、これめちゃくちゃ簡単です。これいいですね、こんなことです。簡単にできますよ、グーテンベルクなら。プラスして、今度は、ブロックで画像を選んであげます。あ、そう、罠にかかった。これね、これあの2カラムの片側を選択してたっぽいんです。今これどこ選択したかわかんないんですよね。ここ選択してあげて画像で、あ、ダメだ。こういうちょっとユーザー体験的にまずここ選択してあげてからこうだな。で、画像いいですね、いいですね。で、これ選択します。こんな感じで貼り付きますね。ちょっと幅広にしたいので皆さんもご存知の幅広ボタンをクリックします。はい、このボタンですね。できました。できてます。やってます、誰か。ありがとうございます。はい、こんな感じでできてきました。だんだんと、あと8分です。5分でやるとちょっと時間かかっちゃいますね、やっぱね。はい、次何が必要かというと、利用者の声ですね。見出しがあって、エキサイティングな気持ちと最高だっていうところ、これをちょっと作っていこうと思います。はい、利用者の声コピーします。利用者の声で簡単に、今ブロックで今パラグラフになってますけど、ここをクリックすると見出しとかそのブロックのタイプを変更することができますよ。コンバートできるブロックがあればですけど、見出し選択します。H2 ですね、いいですね。はい、で、ど真ん中です。ここまでできたと。ただこれ青色なんですね、ここ。どうすると思います？テキストクラス選択。あー、ダメですね。違います。クラス選択。クラス選択します。はい、これ色変わりました。これね、こういう感じでちょっと作っていきましょうね。はい、利用者の声、引用っていうブロックちょっと使ってみようと思います。利用者の声、引用がって話なんですけど、まあ、そこは目をつぶっていただいて、エキサイティングな気持ち、大阪府在住 5.3 えいってやってですね、これだと この形になってないんです。もうこれはもうこれクラスを指定するしかない。クラスを指定します。よいしょ、クラスをよいしょと指定してあげます。できましたね。ちょっとこの左側の方、あのこれ忘れてください。はい、でもう一個作りたい場合、追加オプション、ここクリックすると、ちょっと紹介したかったんです、複製っていうボタンがあるんです。おお、いいですね。レベルがだんだん下がってきてるから、いいですね、ありがとうございます。複製します。はい、じゃあ僕の最高だっていうのですね、最高だ。こういう非常に使い勝手のいい機能もあのございますので、覚えておいていただけるとありがたいです。ちょっと見出しも複製しようかな。複製して下に持ってくるのをこうクリックしたままグッてこういうのもできますからね。皆さん、ああいいですね。ありがとう。そう、こんな感じで、お問い合わせかな。ランディングで見てみましょうか。お問い合わせ。はい。で、次にお問い合わせフォームがあったかと思いますが、これもあらかじめ、お問い合わせフォームを作ってございます。
ショートコードを埋め込むだけです。これも、でも ここもいいとこですよ。見といてください。このまんま、ショートコードをペッと貼り付けます。ちゃんとこれ、ショートコードだって認識されてですね、ショートコードブロックになるんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。すごくね、使いやすいんですよ。最後、コードイズポエトリー、こういう画像もありますので、あと10分ですか。あと10分ですね。はい。僕が思ってたよりだいぶ早くも。よいしょ。最後は画像で締めます。メディアライブですね。コードイズポエトリーございます。これはもう皆さんご存知の通り、中央線で大丈夫です。中央線で大丈夫だし、サイズもですね、今まで通りこの4つのアンカーポイントを選択して、こういうふうにちっちゃくはできます。はい。よろしいでしょうか。はい、これで一通りランディングページができました。いらんやつありますね。ゴミ箱ボタンでいらんやつ消せますね。はい。で、公開してみようと思います。ちょっとあんまりさっき時間もないかなと思って紹介しなかったんですけど、右側もうちょっとじっくり見ていきますね。いつも通りの、公開状態も公開だとか非公開もちゃんと選べるようなインターフェースになってます。で、よいしょ、公開の日時も問題なく変更できますし、レビューの待ちとかも設定できたりします。リビジョンもですね、できると保存されてます。あとカテゴリーとかタグ、あと抜粋、最後ディスカッションですかね。っていうのも表示されるようになります。以前ここの下に文書構造みたいなのもあったんですけど、なんかいつの間か消えてました。はい。あとはここあんまり紹介してないですね。右上ここをクリックするとビジュアルエディターとコードエディターを切り替えることができたりとか、ツールバーを先頭に固定とかそういうこともできるようになってます。はい、よいしょですね。あとこの歯車のボタンをクリックするとこの右側の、サイドバーが非表示になる。はい、あ、そうそう、ここも障害してたわけですよね。左上、ここからもブロックの追加できるようになってます。あと戻すとかやり直す、あとインフォメーションも出てきますね。はい、じゃあ公開してみます。公開ボタンを押します。多分やってる人いますか？誰かいいかな？ちょっと後で見てみましょうか、時間がある。はい、見ててください。ズズン。おお、あーしまった。ここちゃんと太字にしとかなかったですね。太字とセンタリングできてませんでした、すいません。あれ、だからデザイナーに怒られる。ここら辺もちょっとできてないですね。はい、利用者の声がバッチリですね。あとお問い合わせのフォームもちゃんとショートコードが展開されて出てきてます。こんなような形でですね、作っていけます。よし、いいですか。ちょっとせっかくだったら他の方、もしやってる方がいればですけど、見てみようと思います。wp.dogonocon.net をクリックしますと、チャレンジャーがいると思うので、お、いいですね、増えてますね。やってみましょう、見てみましょう、一番上の人。努力は認めるじゃないですか。あ、できてる。そうそう、これは、マージン開けたいじゃないですか。これはこのカラムブロックに CSS のクラスを設定しないと。そうそうそう、いいですね、すごいすごい。あー、そっか、そうです。ごめんなさい、これはショートコードを貼り間違えてるんですね。はい、でもいい感じでできてます。誰かわかんないです。おめでとうございます。もうちょっと時間、もう一人見ましょうか。はい、頑張った、これ頑張った。一番最初の人ですよね、これね。やろうとしてる感じは出てますので、もうちょっとでチャレンジ成功ですね。おめでとうございます。頑張りました、よく頑張りました。はい。というような感じで、グーテンベルクの現状ですが、ちょっとですね、どう思いますか、皆さん。レイアウトとかスタイル、結構、やっぱ現状とちょっと難しいかなっていう。誰でも簡単にっていう状況では今のところないかなっていうのが正直なところです。ただですね、半年前と比べて 今のタイミングでできることってすごく増えてたりもします。あと使い勝手もだいぶ良くなってます。そういった意味では徐々に改善されつつあるなというところは僕の、気持ちでございます。ぜひですね、
これ、まあ、伝えたいんですけど、使いやすくするっていうためにいろんな貢献できることがございますので、多分グーテンベルクのプラグイン使ってみるよとかですね、対応のテーマちょっと触ってみようかなとか、ドキュメントちょっと読んで、やってみようかなという感じで、よいしょ、あと5分ですね。ぜひ自分で使ってみるっていうところからの貢献をしていただけたらなと僕自身は思ってます。で、僕もこれやってみないと分かんなかったことなので、ぜひ皆さんにもチャレンジしていただいて、いろんな発表をそこら中でですね、布教をしていただけたらなと思ってます。はい、以上で僕の発表は終わります。今日はありがとうございました。質問が1個ぐらいはできるかなと思うんですけど、どなたかいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。よかったです。はい、まあ、例えばやってあまりにも初心者で、はい、ありがとうございます。いい質問ありがとうございます。正直それは蓋を開けてみないとわからないっていうのが正直な答えではあるんですけど、今現状ですね、投稿の、新規追加にこの下矢印があって、旧エディターっていうので選ぶと今まで通りのエディターが表示されたりもします。なのでこういう風にこれを使ってくれっていう風にして残すことはできると思います。なぜならデータの保存形式は昔と変わってないので、まあ、コメントがつくだけで変わってないので、今まで通りの古いエディターとして使ってもらうこともできるし、昔の投稿ですね、なんかこう適当にやりますね、ごめんなさい、時間もないよね、よいしょ公開をした後にこれをグーテンベルクで開くとどうなるか、こんな感じでクラシックのブロックとして保存化されたりするので、こういう風な、形式で消えることは全くないと思いますが、若干こうやっぱ操作性が変わってくるんじゃないかというところです。よろしい、はい、はい、あと3分ぐらい、あ、素敵、嬉しい。はい。ワードプレスの関係なんですけど、どうしてもやっぱり今の、ブログが段落がちょっとうまくいかなかったりとかしたんで、グーテンベルク使ってみて、簡単なものがあったらすごいなんか見栄えがいいなっていうのは正直なことなんですけど、でもどの情報を見てもまだ開発中だからお勧めしないって言われるんですけど、まあ、どの道ね手を加えるのであれば開発中のものでもどんどん使えばいいと思うんですけど、それどう思いますか。そうですね、本番環境でちょっと使うにはまだ早い感じはするんですけど、自分の個人のプロダクトだとかであれば使ってもらうのは全然いいかなと個人的には思います。あとカスタマイズっていう部分に関してはこの後のセッションで、カスタマイズの話がありますよね、はい、岡本さんのカスタマイズの話、今日僕ってデフォルトのものを皆さん使っていただいてこういうふうにできますよだったんですけど、実はグーテンベルクってちょっとこういじれるんだと途端により簡単やんけって思える部分が出てくるんですね。それちょっとぜひ次のセッションも見ていただくと面白いかもしれないです。はい、ありがとうございます。それじゃあんまりまともな答えじゃなくて、ギリギリの最後はカスタマイズの話を聞こうと思ったんです。はい、あ、ぜひ次ね結構面白いと思いますので僕がいれば変ですけど、皆さんの基礎知識の上にこうちょうどいいタイミングで入ってくると思いますので、背景動画とかあんなんですか。それも自分でブロックを作れるんです。そういった意味で作れると思います、うん、そうですね、カスタムフィールドとかも使えるので、カスタムフィールドちょっと使いながらこれできるんじゃないかなと思いますが、はい、ではちょうど時間になりました。小野さんありがとうございました。また次もグーテンベルクのカスタマイズのセッションになります。